はい、こんにちは。そこチューバーの八野誠でございます。今日もそこ犬の情報をお伝えしていきます。昨日ですね、バニティさんの AMA、アスクミークエスチョンということでね、そこ犬のアスクミークエスチョン、新玉さんとバニティさんの会話の中でね、いろんなそこ犬の情報を聞くことができました。まあ、かなりね、参加人数もマックスでなんか702人だか4人だか、それくらいまで行ったとか言ってましたね。はい。で、このね、AMA、すごかったのが、これですね、ギブアウェイ同時開催ということで、まあね、なんとなく100万そことか、それくらいかなと思って参加したらですね、なんと2500万そこ、ね、もらえるということなので、で、昨日参加した人は本当にね、お得でしたね。はい。かなりね、やっぱりそこ犬、エアドロップの報酬が、ね、ばらまきがすごくて、まさかね、その AMA、ただ参加しただけで2500万ももらえると思ってなかったので、すごいね、嬉しい、ありがたい、はい、AMA でしたと、はい、いうことで、ね、昨日の AMA、ね、まあ、もしね、聞き逃した人は、バニティさんのツイッターの方をね、見ていただければ、録音したものが聞けるので、ぜひですね、聞いていただければと思います。はい。で、こちらですね、昨日私もオンタイムで聞いていたんですけれども、このね、聞いている画面ですね、ここに自分のね、名前がある状態でスクショを撮って、で、こちらにですね、Google ホームがありまして、この Google ホームにですね、ツイッターのアカウントと、あと Telegram のアカウントと、このスクショですね、はい。添付して送信すると、2500万そこをもらえるということで、多分ね、発送は今日明日とか、まあこれからだと思うので、気長にね、お待ちいただければと思います。はい。で、こちらがですね、バニティさんのね、ツイッターの方で、ツイッターの方を見ていただくとね、録音がね、聞けますので、ぜひね、録音を再生してみてください。まあね、2倍速って聞けば30分くらいで聞き終わるので、で、結構やっぱりね、そこ犬、ね、これからどうなっていくのかとか、あと、結構ね、そこ犬の開発心ってどういう人なのっていうところにもかなりね、詳しく触れていたので、まあ、昨日の AMA 聞いてると、もうかなりですね、期待値、ね、爆上がりするなと、ね、もう本当になんか、単なるこう、なんですかね、犬ミームの、ね、エアドロップ案件ではなくて、本当に、もう、今年の年末、本当にゲームと、あと、上場に向けて、もうかなり本気で取り組んでるなっていうのが伝わってきたので、結構ね、聞いてた人はかなりテンション上がったんじゃないかと思います。はい。でですね、まあ、昨日の今日でね、そこ犬の NFT ですね、出勤しながら買っちゃいましたとか、ね、みんな NFT 買い始めてるとか言った感じで、やっぱりね、昨日ね、AMA 聞いてると、もうね、これ NFT 買っといた方がいいんじゃないかとかね、もうプロジェクトも成功がなんとなく見えてきたので、これ絶対にね、NFT 買ってた人、買ってた方がいいとか、あとゲームね、興味ある人とかは NFT 持ってるとゲームが有利になるのでっていう感じで、多分ですね、もう本当に AMA 聞くと NFT 買っちゃいたくなるような、もう本当にね、そんな AMA でしたということで、ぜひね、まだ昨日聞いてない方はね、録音でいいので聞いてみてください。でね、録音の方は残念ながら2500万そこもらえないんですけども、昨日ね、オンタイムで聞いてた人は、スクリーンショットを添付して、Twitter と Telegram のアドレス、ね、Google ホームに記入するともらえますと。で、ちょっとね、もしですね、応募できないとか、昨日ね、聞いてたけど、応募するの忘れちゃったっていう方はですね、新玉さんにね、直接連絡するとなんか受け付けてくれるみたいな話もしてたので、まあ、そこはね、ご自身で、はい、交渉してみてくださいと。はい。でですね、昨日の AMA の中でもね、話があったんですけども、今ね、NFT、売ってますということで、ね、オークションとあと普通に購入ということで、2つのタイプで購入できますと。で、NFT なんですけれども、ここですね、日本コミュニティのピン止めに、ね、貼ってありますので、このピン止めをクリックすると、こんな感じで、ね、ここで買えますよということで、ね、2つリンクがありますと。はい。で、こちらがね、NFT の購入サイトと、こちらがオークションサイトなんですかね。どっちも同じなのかな。はい。なので、ちょっとね、こちらからアクセスしてほしい方はね、50トンですかね、300ドルくらいするんですけれども、はい、購入した
方は購入してくださいと。はい。で、普通に買うと50トンで、オークションだと、最低14トンからね、入札ということで、まあ、マックス60ということでね、はい。オークションで買うか、まあ、定価で買うかということで、ね、欲しい方はちょっと検討してみていただけたらと思います。はい。そしてですね、昨日の AMA の盛り上がり、冷めやらぬままなんですけども、今日ですね、これからね、朝の9時から、モデレーターさんのユミさんとね、トークトゥユミということでイベントありますと。で、ここのイベントもですね、参加して、コメントを多分ね、送ると、125万ソコもらえるということなので、本当にね、このソコ犬ってね、イベントでかなりこうね、配りまくってるので、もう本当に参加すればするほど稼げるというものになるし、で、昨日のね、AMA 聞いていただければわかると思いますけれども、これ本当にね、もう来るんじゃないかと。ね、運営の方も一応、仮想通貨のランキングとして、まあ、50位くらいを狙っているということなので、まあね、ボンクとかあの辺のね、ミームコインと同じくらいのところまでを目指してるっていうことになるので、そう考えると、まあ、結構なね、値段つくんじゃないかと思います。さすがにね、1ソコ1ドルっていうのは無理かなと思うんですけども、まあね、1ソコ、1円とかは、まあ、わかんないんですけど、ゼロではないのかもしれないので、ね、まあね、欲しい方は今のうちね、今本当にたくさん配っているフェーズなので、もう本当に早く参加した方がたくさん稼げますので、ぜひね、参加していただければと思います。はい。で、AMA もですね、昨日はね、終わってしまったんですけども、なんかあと2回やる、全部で3回やるって言ってたので、ね、ぜひね、次の AMA また開催されるときはアナウンスしますので、参加して、まあ、そこをもらってください。なんか、ただね、1回目ほど2500万配るっていうのはさすがにね、ちょっとないと思いますけど、それでもまあ、1000とか500とか100万くらいはね、ただで配ってくれると思いますので、ね、次の AMA も参加してくださいっていうのと、あと今日ですね、これからですけれども、9時から、はい、ユミさんのイベント始まりますので、ぜひですね、参加してみてください。はい。で、そこについてはね、こちらの QR コードを読み取っていただいて、テレグラムボットを立ち上げて、はい、ね、登録していただければと思います。で、詳しい登録方法、遊び方については、こちらの動画で解説してますので、参考にしながら登録してみてください。で、登録すると、レイドというね、イベント、毎日やってますので、このレイドっていうイベントに参加して、かなりね、ソコ犬稼げますので、で、そのレイドを参加するとき、一番最初にね、設定が必要なので、その設定のやり方、で、その後の遊び方についてもね、このサムネイルの動画で詳しく解説してますので、合わせてね、参照していただいて、はい、始めていただけたらと思います。で、もしね、わかんないことあったら、日本コミュニティの中に入って、はじめましてとかね、初めてですとかね、初心者ですとか言うと、もう本当にね、詳しくね、手厚くフォローしてくれるので、もう本当にね、最近ね、コミュニティにいるのが楽しくて、本当日本コミュニティ沼なので、一度入ったらもう抜け出せないっていうくらいね、楽しいコミュニティなので、まあね、この、ソコ犬を稼ぐだけじゃなくて、日本コミュニティで楽しむっていうこともね、ぜひと、ね、体験していただけたらと思いますのでね、はい、一緒にソコ犬やりましょう。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画が良かったよ、ためになったよ、役に立ったよという方はいいねボタンをお願いします。またこのチャンネルでは無料でもらえる暗号通貨情報をお伝えしていますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。